次に宮本徹君。宮本君。日本共産党の宮本徹です。質問いたします。再生医療の安全を担保するはずの認定再生医療等委員会の審査が適切なのか、疑問視されております。配布資料はですね、厚労省の認定再生医療等委員会の審査の質向上事業の成果報告書の抜粋でございます。この委託を受けた専門家の調査では、再生医療計画の約 30% が、医師の専門性と適合していないと、 25% が安全性の科学的根拠となる資料を示していないと、治療計画の 65% が同じ名前の治療計画があり、説明文書も同じで、審査もですね、一部の認定再生医療等委員会に偏っていたと。さらに癒着が疑われる事例もネットで調べるだけでも4例確認されたということなんですね。で、その4例を資料としてお配りをしておりますけれども、1例目、審査をする委員会と審査を受ける医療機関が共通の、再生医療コンサルティング会社 A 社の支援を受けていたと。複数の医療機関の個別具体的な再生医療計画を審査しているけれども、唯一公開された会の議事録は、すべての計画に関する審査議事録が一言一句同じで、説明文書は大規模に複製利用されているとのことです。2例目、細胞培養加工企業がビジネスパートナーとして審査を受ける医療機関の計画の作成の支援をし、もう一方で審査する委員会の事務局を実質的に担っていると。3例目、細胞培養加工企業が、審査を受ける医療機関と審査をする委員会の支援をし、なんとこの審査をしている委員会が審査対象の計画の作成支援も業として標榜していると。4例目は2例目とほぼ同じということで、私もこれを読んで大変驚きました。で、この成果報告書の中ではですね、こういう記述があるんですね。審査を受ける再生医療等提供者と利害を共通にするもの、具体的には再生医療等提供機関に培養加工した細胞を提供する事業者などを委員会運営から退けることは公正かつ適正な委員会の審査のために必要と書いてあります。全く私はその通りだと思います。これ施工規則の見直しも含めて対応を取るべきじゃないでしょうか。内山審議官。お答えいたします。認定再生医療等委員会におきまして適正な審査が行われること、これは委員ご指摘のとおり大変重要なことだというふうに思ってございまして、審査にあたっては利益相反に関する基準を設けておりまして、施工規則におきまして、この審査の対象となる細胞加工物を製造する事業所など密接な関係を有するものにつきましては委員会の審査に参加できないというふうにしているところでございます。宮本徹君。そもそもの、これの中で指摘されているようにですね、委員会と企業の住所が同一だったり、同じ人が企業、委員会、医療機関のすべてで要職を兼務している例もあるんですよ。事実上、この企業がですね、認定審査会の事務所のフロアも提供していると、こういう状況なんですよね。ですから、この委員会のメンバーに、どういうものを求めていくのかということを考えたときにですね、この企業のメンバーというのは、全部排除していくということが必要なんじゃないですか、関係者というのは。内山審議官。認定再生医療等委員会の、メンバーと実際の審査があるわけですけれども、今申しましたように、それぞれ認定再生医療委員会、さまざまな医療機関から審査の依頼が来るわけでございますので、その審査の段階において、密接な関係を有する方については、委員会の審査に参加できないというふうにしてございます。さらに今年5月にガイダンスを取りまとめてございまして、この委員が自身に利害関係のある企業等を定期的に委員会に報告して利益相反をチェックする仕組みを明確化する、
あるいは実際にその審査のときにはその審査から外れていただくといったところを示しているところでございまして、まずはこうしたガイダンスをしっかり守っていただくように適切な運用を図っていきたいというふうに考えてございます。宮本徹君。ですね、結局この企業がですよ、自社の製品の使用計画を作成して複製して日本中の医療機関に使わせると、そして自らが運営する委員会の審査を通していくと、委員会自体をですよ、委員会自体のその事務所機能をですねまで含めて、企業が担っちゃってるわけですよ。こういうこと自体がおかしいんじゃないですかということを言ってるんですよ。そういうもう根本の大元のところからですね、利益相反、責務相反があるんじゃないかということが指摘されてるわけじゃないですか。これ国民はですね、これ疑念晴れないですよね。このままこういうことを放置していたら、大臣そう思われませんか。武見厚生労働大臣。実際担当からも説明がありました通りですね、この認定再生医療等委員会で適正な審査が行われるように審査にあたって利益相反に関する基準を設けており、施行規則においてこの審査の対象となる細胞加工物を製造する事業者など密接な関係を有する者は委員会の審査に参加できないということになっております。その上ですでに利益相反関係にある事業者は委員会の審査から排除されているところです。で、委員ご指摘のその成果報告書の記述は細胞加工物を製造する事業者等について委員会の審査そのものには参加はしておりませんけれども、審査の運営に影響を及ぼしていることがあるのではないかという指摘だと承知をしております。で、今年5月に取りまとめたガイダンスにおいては委員が自身に利害関係のある企業等を定期的に委員会へ報告して利益相反をチェックする仕組みなどの具体的な審査の手順を明確化するなど適正な審査に資するための対応を行いました。で、加えて今回の改正法案においては新たに立ち入り検査や結核事由に係る規定を整備することとしております。で、このようにガイダンスの周知を行うとともに改正法案やそれに基づく施行規則を適正に運用することによって適正にこの運用を図ってまいりたいと考えます。宮本徹君。しかしですね、そもそもその事務所のですね、提供者が企業がですね、委員会の事務所も提供して委員会のメンバーのですね、人生もですね、関与してっていうことにですねなっているとすればですよ、そして自らの製品の使用計画を作成支援をしていると、両方の支援をしているわけですよね。使用計画を作成して、そして認定を受ける側の、すみません、認定する側の、委員会の支援もしてって、これはね、誰がどう考えてもそれは何らかの力が働いているというふうにですね思わざるを得ないわけですよ。そこをね、本当なんでこのままでいいんだというふうにはね、私はならないと思いますよ。私は、法律でですね、立ち入り検査の権限も設けるんだって言うんだったらですね、これはもう本当にこう指摘されている4例については、ちゃんとまずしっかり調べるべきだと思うんですよね。なぜならここで言われている専門性調査で問題があるんじゃないかとかですね、論文の引用調査で問題があるんじゃないかということが、これらの会社についてもです、これらの委員会についても指摘されてるわけですよね。ですからそこはいや、これでいいですよということには私はならない。国民から疑念を持たれる状況はですね、私はなくすべきだ、重ねて申し上げておきたいというふうに、思います。続きまして、もう一点ですね、この成果報告書の中ではですね、この、先ほどの3例目に、関わって、認定再生医療等委員会が自分たちが審査をする計画の作成支援サービスまで、謳っているという話もあったわけですが、やはりですね、この認定再生医療等委員会が
審査の独立公平を損なうようなサービスですね、自分が審査をする計画の作成支援サービスをですね行うことについてはですね、これはやってはならないということを明確にすべきだと思いますが、いかがですか。武見厚生労働大臣。この再生医療等安全性確保法では、この医療機関が再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出しようとする場合には、認定再生医療等委員会の意見を聞く必要があると、まず規定をしております。で、その際に認定再生医療等委員会が医療機関に対して、再生医療等提供計画について法令上の基準等を踏まえた留意点を意見することもありますけれども、審査対象となる計画書を委員会が自ら作成するといった支援は審査の独立性や公平性を損なう恐れがあって、それは適切ではございません。そこで今年5月に作成したガイダンスにおいて、認定再生医療等委員会の具体的な業務の手順をお示ししているところであります。今後適正な審査に資するように普段にこのガイダンス見直しを行っていきたいと思います。宮本徹君。それはガイダンスに適切じゃないということを書くということですか。武見厚生労働大臣。見直しを含めて検討します。宮本徹君。それはしっかり、やっていただきたいと思います。続きまして、先ほどその再生医療計画の 25% が患者に安全に再生医療を提供できるという科学的根拠となる資料を示していなかったという問題です。そもそも根拠文献を全く示していない、添付文献が学術研究論文でない、いわゆるハゲタカ雑誌、あるいは引用された論文は安全性を確認できる臨床研究論文ではなかった、こういうものがですねたくさんあって、まあ、なんかこの間の機能性表示食品のですね時の議論とも似てるないうことを思うんですけれども、まあ、そういうものがですね今は添付されていて、まあ、ガイダンス今度出したものの中ではですね、どうなってるかといいますと、提供しようとする治療が現在の医学医療の現場を踏まえて最適な選択であることを倫理的および科学的観点から説明可能なこととしておりますが、ここはですね以下のような項目が参考になるということで、治療実績等に関する科学的論文その他の関連する情報、または十分な実験結果に基づき当該治療が倫理的にも科学的にも最適である場合とあってですね、まあ、成果報告書の中では科学的文献を引用して、やっぱり科学的論文でエビデンスちゃんと示すべきじゃないかということは指摘されているわけですね。ところがガイダンスは、まあ、その他の関連する情報でもいいというふうにしちゃうとですね、これではですね本当に極めて根拠薄弱な今の現状がですねまだ残り続けるんではないのかと大変懸念があるんですね。これなぜ科学的論文というふうにですね、限定しなかったんでしょうか。内山審議官。ガイダンスでは治療実績等に関する科学的論文その他の関連する情報というふうに書いてございますけれども、この科学的論文につきましてはさらにその科学的文献チェックリストというものも、書かせていただいて、ガイダンスに載せさせていただいておりますので、そうしたものも踏まえて、この科学的な妥当性について適切さを担保していきたいというふうに考えてございます。宮本徹君。いや、そのチェックリストを見てるんですけども、それは科学的論文についてのチェックリストということで、ただそのガイダンスの、以下のような項目が参考になるというところで、科学的論文その他の関連する情報って、科学的論文じゃなくてもその他の関連する情報でいいですよと、今の科学的根拠がない、示していないような状況でもですね、まだ認めうるかのようにもう読めてしまうわけですよね。そこはやっぱりもっと明示的に、こんなその他の関連する情報なんてことやめて、科学的論文が必要だということをですね言わなければならないんじゃないかと。やっぱり医療というのは間違えば、命健康に影響するわけですよね。そして再生医療については、自由診療の世界で、行われていて、まだ保険というところまでいかないような中身が多いわけですから、なおかそだからこそですね、本当科学的な根拠というのは求められると思うんですけども、いかがでしょうか。
武見厚生労働大臣。このガイダンスの最終版ではですね、この治療実績等に関する科学的論文、その他の関連する情報というのは、その科学的論文と関連するその他の情報、また十分な実験結果に基づく当該治療が倫理的にも科学的にも最適である場合と、こういうふうに規定しております。でしたがって、やはり科学的論文というのがまず基本に据えられている点をもう一度確認しておきたいと思います。宮本徹君。いや、科学的論文が基本なんですけども、基本だったらその基本で言ってほしいんですよね。その後ろになんかその他の関連する情報って言ったらですね、科学的論文以外でもいいんだっていうふうにですね、読みたい人は読んじゃうわけですよ。そこはですね、この点もぜひガイダンスはこれでいいのかという普段の見直しの対象にしていただきたいと思いますが、大臣そこだけお答えください。武見厚生労働大臣、申し合わせの時間が経過しておりますので簡潔にお願いします。審査はあくまでも科学的知見に正確に基づいて行われるものであるということはもう明白でありますから、その科学的論文というものをまず基本としてこうした判断が下されるように努めることが大切と思います。宮本徹君。終わります。